悪い笑い方すんな。どんな神経しとんねん。粗品の部屋。ちょっと今月も聞きたいと思います。今日お越しの皆様の中で粗品に1万円以上のスーパーチャット送ったことあるという方。はいはいはい。白いマスクのお兄さん。お名前お伺いしていいですか。アンダーライツや。はがき職人や普通に。アンダーライツに拍手。そんな感じやっけ。オールナイトニッポンでよく読まれてるハガキ職人でリアクションメールが多いかな。配信もそうや。今日来てくれてるわ。ラジオイベントにも来てたよな。で刺したよな。アンダーライスやんけみたいな。うわすごいね。ユーミンのラジオなあ。気持ち悪い笑い方すな。ハガキ職人すぎるやろ。かわいいな。ユーミンのラジオに霜降りがゲストで出た時に、なんか粗品さんは何やっけね、なんか失礼が売りでみたいな感じのことお便りをユーミンのやつにやって、それアンダーライス読まれて、その後の僕らのラジオでアンダーライスをボケーみたいな、なちょっと喧嘩中っていう感じなんよな。ありがとうございます。アンダーライス、おすげえアンダーライスやん。隣のお兄さんはお名前聞いていいですか。ガーナの妻や。うわ、わかるわ。たまにね、これガーナの妻男なんや。何あるかわからんな、マジで。俺変な人ってイメージやけど、ガーナの妻変な人ですよね、多分。アイコンがちょっとあんま思い出せない。ガーナの色みたいなの入ってた。あ、変えました。変えたんや。知らん。そのありがとうございます。ガーナの妻に拍手。そちらの白い上着のお姉様、プリカスです。プリカスや。プリカス来てくれてるや。久しぶり。元気、はい、どんな1年やった去年。ちょっと喋るわ。どんなちょっとお金使いすぎたな。あ、そう、ホストで賭けしてて、まあ賭けてつけのことですか。つけ、ホストでつけてて、俺んとこにもスパチャ投げてくれてるっていう。推しのホストとか何人ぐらいいるんですか。いや、もう今ホスト行ってなくて。あ、そうなん。はい、あ、もう一途で。ほんまほんまに頼みますよ、次来た時また。はい、任せてください。お金をください。任せてください、お金をください。プリカスどうもありがとうございました。お名前お願いします。チュルチュル。なんてチュルチュルバオチューブ。チュルチュルバオチューブ。誰やねん。ごめんごめん。うどんの YouTube やってるやつ。違う。アキネタクイズ当てて。おー、あ、なるほど。それでその後1枚送ってくれたか。ありがとうありがとう。そうや、霜降りの単独でアキネタクイズ何当てたんやっけ。スザンヌを当てた男。素晴らしい、拍手ありがとうございます。チュルチュル。ここの白い方、みーちゃんです。みーちゃん。ジャストミート。あら、みーちゃんやん。配信のアイドル。今日どなたとお越しですか。主人。あら、こんにちは。ど、ねえ、気まずいな。笑いライブとはいえ、あのね、ね、言って大丈夫ですか。離婚されるんですよね。そうそうなんですよ、配信でも。そうで、その離婚予定の方と僕のお笑いライブ見に来て、あ、先月も来たから2回目。どんな神経しとんねん。すいません、ありがとうございます。楽しんでいただけたら。そちらの方はお名前は。ナメや。最近ぐんぐん来てるナメや。めっちゃ送ってきてない最近。俺のシュールっていうやつのアイコンのね、手賀沼純か。ありがとう。ナメや、ナメは最近では一番くれてんちゃう。今月何歩ぐらい僕にスパチャしました、覚えてるだけで。うん、今まで数えてたら、うん、20万超えました。20万超えてる。こんな軽蔑せんの。ええ、ええよな。ありがとうございます。なめに拍手を。ありがとうございます。